わ、あれギリギリ継続してるかな。待って、ランキングギリ継続してる？消えちゃった？消えちゃったかな。いや、あ、継続してるかもな。継続されている気がするんだが、どう？大丈夫？あ、OK、ありがとう。よかった。ランキング消えちゃったら、みんなが今まで頑張ってたやつがすぐ消えちゃうところだった。ありがとうございます。アイロン見つかった。アイロンあったお猿さんいっぱい飛んできてありがとう。なんかさ、あのギフト大賞みたいなやつね、撮ってたね。私クリアしてたから多分お猿さんがずっと使えるってことだよね。違うかな。嬉しいんだけど、お猿さんギフト嬉しいよ。ちょっと違う。どういうこと？もしかして期間限定みたいなこと？マジ7割以上フォッカーさんのおかげなんだけどフォッカーさんめっちゃ猿投げてくれてた。ありがとね。あったよ。全体で1位にならないとそうなの？じゃあ私はさ、何が達成してたんだろう。え、わかる？フォッカーさん、私何が達成したのかな。コーヒー券。姫はコーヒーもらえなるほど。コーヒー嬉しい。私コーヒーめっちゃ飲むから。有名なコーヒー券、スタバとかってこと？嬉しい。コーヒーめっちゃ飲むんだよね私。嬉しいです。カフェインおばさんだからカフェイン取りまくっちゃうんだよね私。1.5 キロぐらい痩せた。嬉しいんだ。 1.5 キロぐらい痩せました。毎日腹筋してちゃんと水分たくさんとって、でご飯もちょっと少なくしたら痩せた。嬉しい。すごい、私も痩せたい。一緒に頑張ろう。だからね、時以上も心なしか前よりきつくなかった前最後に来た時めっちゃきつかったんだよね時一緒だけど大丈夫だった。リカちゃんの努力素晴らしい。
でも1日1食にして夜20時以降は食べないで、朝は10時以降から食べるっていうのを徹底したら痩せました。だから、ま、もう順調に痩せていこうと思ってる、これから。そう、毎日腹筋してる、ちゃんとこうやってううってやってるよ。ちょっとまっすぐになった髪の毛、さっきめっちゃうねってたもんね。ちょっとだけまっすぐになったか。私も腹筋始めてみよう。筋何回すれば、種類があってちょっと難しいんだけど、まず体幹トレーニングのこうやってやるやつを大体1分ぐらいやったら、あなた足上げ同じく1分ぐらいやって、で普通の腹筋を50回2セットぐらい、あ、そうそう、プランクを1分、足上げを1分、リカちゃんモチベに私も頑張る、一緒に頑張ろう。リカも今頑張ってるから一緒に頑張ろう。加入当初のまで戻す。加入当初私37キロとかですまで戻す決めた。頭痛いから目がでかい頭痛い時って目でかくならない？37とか風で飛ぶでも本当に加入当初は37キロだったんですよ。時衣装ってそれで作られてるから、もうね、ほんとウエストこんななの。いや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 っていやこれはさすがにって思ったんだけど、でもそうしないと私はやっぱプロ意識として太ってはいけない。言うても全然40そこらなんですけどね40キロジャストぐらいなんですけど、今あと3キロぐらい落としたい。頑張る。リカちゃんのスタイルはこれ、いやいやミクちゃんめちゃめちゃ細いからねミクちゃんマジで細いからね。私もう本当に本当に
いつも羨ましいと思ってる。今度お話かまんしゅん一緒にやる。頑張ろう。ゆかちゃんも細いけどね。ゆかちゃんもめっちゃ細いけどね。みんなさそうやって言うけどさ、私のファンの子たちみんな細くて可愛くてさ、どっちがアイドルなんですかって言ったようなお話し会が毎回繰り広げられてるんだけど、そうみんな細くて可愛いの。もう私どうしたらいいの。ティカちゃんのスタイルない。いやいやいや、みんな細いって。もうね本当にここに書いてる女の子たちはみんな細いんですよ。もうね信用できない、信用しない、信用しない。リカちゃんの足好きなのよ。リカさん足さ、なんか気づいたらさ怪我してるんだよね最近。あ、この間もなんかバスに乗るときにすねをぶつけてあざができて、で知らないうちに膝にもあざができてて、であとね、あとねお家出た瞬間にあの焦げて転んで右の膝にもあざができて、今もう人様に見せられない足になってる。リカさ最近めっちゃ転ぶんだよね。なんかやばかったのがね、そのなんかずっと頭が痛くて、で今日はさ現場のエスカレーターをこうやって登ってたらふわってまた立ちくらみして、やばいやばいと思ってエスカレーター出たよ。死ぬかと思った。だからしばらくエスカレーターなのにこうしゃがんで乗ってて、倒れたら怖いから。そう転ぶのは廊下の始まり。やばい、廊下の始まりだ。てか私さなんか血液検査みたいなのしたんですよこの前。そしたらなんか血液ドロドロですって言われて、80歳ぐらいの血液と同じぐらいですよって言われて、やばいやばいやばいって思って、おばあちゃんなのかもしれない。でもさそんなさ私さ不摂生してるかって言われたら、最近はお酒も飲んでないし、あ砂糖はいっぱい食べてるけど。なんかさそんなにかな。野菜も大好きだから野菜も食べて、皆さん見ましたよね、私オクラをオクラだけで生きるぐらい野菜とか大好きなんですよ全部。 OS1 さお腹痛くならない？私 OS1 飲んだ時お腹痛くなって飲めないんですよね。味が嫌いとかじゃない、ヨーグルトとか全然飲めるし食べれるけど、 OS1 飲んだとなんか痛くなっちゃう。昨日はシラフ、昨日私は配信したっけ、昨日私一日中倒れてたから配信できてないはずだよ。やばいよ、朝8時ぐらいに8
8時ぐらいから寝て、ずっと寝てた。で夜の、今日か、今日の朝5時ぐらいに起きて、のそのそ起きて寒いと思ってお風呂に入ってみたいな。だから昨日丸一日ほぼ寝てたからもう覚えてない。8時にお風呂入って寝たの。そう、どうしよう、リカタンと全く同じ生活だ。よかった仲間がいた。低気圧しんどい人大変だよね今ね。大変じゃないですか。なんか新潟にいたらまだマシなのかなと思ってる。昨日だるくて9時に寝た。え、なるよね。私も低気圧ね。マジもうイブとイブ、カロナール、ロキソニン、この3つを駆使してイブ、カロナール、ロキソニンをもう、ま、もう絶対家に常備しておかないと不安なの。そう、あ、ワクチンの時はイブとカロナールですよ。どっちか飲んでくださいね。そう、あ、なんとかアミノフェンみたいなやつ入ってるやつじゃないと効かないので。ワクチンこれから打つ人は2回目しんどいと思うから、女の子特にね、ウィダーインゼリーとポカリを死ぬほど買い込んであと冷えピタ、そうとカロナールかイブを買っといておけばもう家から出ずに過ごせます。アセトアミノフェン、そう、みんな気をつけて。私はそれでなんとか、モデルナだときつい、モデルナきついですよ、皆さん気をつけてくださいね。カロナールのがよくね、カロナールもいいと思う。私でもカロナールとロキソニンは胃が荒れちゃうから、胃薬と一緒に飲まなきゃダメなんですよね。イブはまあなんかなんとなくいけるけど、ファイザーで39度出しましたなんかそのかファイザーで39度を叩き出したみたいな言い方しないでな、何らかの選手みたいな言い方しないでもらっていいかな。2回打っても何もなさすぎてし、聞いてるのか心配になった。あ、逆にね逆にね、私も胃薬飲まないと無理ね、お腹痛くなっちゃうよね。モデルナって、いやモデルナは多分、でもそれで副反応が出る人って抗体が正常に機能しているっていうことなので、まあ悪いことではないんですよね。だからその入ってきた菌に対して抗体が戦おうとしてるから熱が出るっていうことなので、そう、
あのね、あれだよ、私ずっとね、昨日はボイニッチ手工について調べてました。知ってますか、ボイニッチ手工。知ってる？ボイニッチ手工って言われる、あの未解読の古文書があるんですけど、それをねずっと調べてたの。そう、でもボイニッチ手工を読める人がなんか何人か読めるってその自発してきた人がいたらしくて、ボイニッチ手工、そうそうそう、このクヤタカさんが書いてるやつ、ボイニッチさんが見つけたからボイニッチ手工って言うんですけど、なんかね地球上に存在してない草花の絵と人間がなんか水浴びみたいなのしてる絵が描かれてて、そこにまだ未解読のあの文字との歴史を、どの国の歴史を見ても出てこない文字が書かれてて、なんでそんな難しそうなの？楽しいじゃん。楽しいから見てた。うん、頑張れば読める気がしてきて、まだ脳みそ中2なんで私。頑張れば読める気がして、ボイニッチ手工です。でもやっぱ Google とか大手のそのネット、 Yahoo とか Google とかってやっぱりそういう世界のネットワークですから。ね、世界のその偉い人たち、そう、偉い層にとって不都合なことは消されてるんですよ。だからなかなか検索しても詳しいことは出てこなかったりとかするんですけど、そうだから本気で調べ物したいときはもう図書館にこもるしかないんだなって私は思ってる。沖縄の海にも古代都市が眠ってる。そうなの？なんていう都市？でもね、てかみんなに言いたいことがあったんだった。そういえば、なんか最近私のことを好きになってくれた人たちたくさんいるんですよ。それでなんかリカのこといろいろ調べてくれたりとか、リカちゃんずっとなんかあれなんか好きだよみたいな言ってくれるんですけど、言ってくれるんですけど、なんか突然ねツイッターとかに
最近まるまるちゃんも気になってるとか、なんかお話し会の日にその人のツイッター見に行ったら、なんかまるまるちゃんは今日も可愛かったみたいな書いてたりとか、私に見られてないって思ってますか？全部見てますよ。みんなは理科のだからダメなの、浮気しちゃ。ダメなの。ダメ。ニコニコじゃないよ。リカちゃんしか撮ってないよ。リカちゃんしか撮ってない人は好きだよ。でも女の子でも最近増えてきたんですよ。なんかリカちゃんも楽しかったけど、まるまるちゃんも楽しかったとか。なんでリカだけじゃダメなの？リカじゃダメなの？リカじゃダメなんですか？私に何が足りませんか？みんなそうやってリカのところからいなくなっちゃうんでしょ？みんなのツイッター見てるんだからね。ネットストーなめないでください。私ネットストーなんで、みんなのツイートめっちゃ掘りますよ。検索余計してても見てるからね。別に鼻から DD って分かってる人が浮気してたところでなんともないのだけど、なんかもともと理科しか取ってなかった人がそうやって浮気してるの見るとすごい悲しい気持ちになるの。理科だけじゃ足りないってこと？あなたは DD だからね。ねえ、理科だけじゃ足りないってことですか？それはどういうことなんですか？説明してください。はい、はい。じゃあ理科に何が足りないか言ってみてください。グラビア？グラビアがな足りないんですか？メイド？メイド服ってこと？胸、あ、胸を出せばいいってことですか？胸を出すってことですか？足りないところはないと思います。でもさ、意外と
意外とあると思うんですけど。え、意外とみんなが思ってるよりあると思うんですけど。みんなだってえ、うん、ニカタンデートコア出てるからな。いつ見たの？ニカのお風呂覗いてたでしょ。のび太さんのエッチ。え、じゃあみんな、みんな私のどこが好きですか？私のどこが好きですか？皆さんちょっと言ってみてください。私に、全部。例えばどこ、例えば、例えば、全部です。お顔、性格、全部。牛に優しいところ。なるほどね。いっぱいありすぎて。じゃあ別にさ、リカだけ見てればよくないですか？皆さんの心を満たしてあげられてないってことですよね、私だけじゃ。だってみんなはリカのこと好きって言ってくれるけどさ、みんなはさ、リカのことさ、いい子いい子もしてくれなければさ、ギュッてもしてくれないしさ、なんかエラチーねって毎日褒めてもくれないしさ、じゃあリカどうやって生きていけばいいの？リカ今一人で頑張って生きてるんだよ。そうやってなんか毎日しんどいことがあってもリカちゃんのおかげで頑張れるよって言ってくれる女の子たちもいるけど、そういう人たちのためにリカは頑張ってるけど、毎日えらちいねとかさ、言ってくれないじゃん。毎日リカちゃん拝んでから寝るよ。え、そんなの当たり前だよ。ちゃんとみんな私の名前写真とか、もう私の、まあ、SNS でも何でもいいですけど、私の写真を見ながら、リカちゃん今日もありがとう、リカちゃんのおかげで今日も楽しく過ごせましたって、おやすみって言ってからじゃないと寝ちゃダメなんだよ。知ってた？これからやるね。絶対だよ。でも、ああ、でも治療の場合はあれでしょ、いろんなメンバーを組んでしょ、そうやっていろんなメンバー、今日もみんなのおかげで元気にな過ごせたよってやるんでしょ、どうせ。こいつはそういうやつだからな。
やっぱ理科のことが本気で好きなら、しっかり理科目のことをアイドルとしてつなぎ止めておいてくれないとすり減ってしまうので、ちゃんと補充してくれないと。リカちゃんチャラいからな。リカチャラいかな。リカチャラい？でもさ、一番逆に、あえて逆に一周回って、私って一番 NGT の中でピュアだと思うんですけど、どう思います？この理論に関しては。リカちゃんは赤ちゃん。バウ、それはそうかもしれん。一番繊細だし傷つきやすいし、一番ピュアなのは私なんですよ。それでもこの、まあ、4年間ぐらいはずっと特攻隊長みたいな感じで、みんなの前に立って頑張ってきたんですけど、それは認めてます。そうでしょ。だからみんなと一緒に過ごしてきたこの毎日の中で、やっぱりリカはそんなに大きい存在じゃなかったのかなと思って、悲しんでいました。それで昨日は病んでベッドから起きれなくて、体調も悪ければみんなからの愛も少ないし、はあ、もう私なんていなくていいのかもしれない、そう思うまでみんなの SNS を見れば、誰々ちゃんかわいいとか、やっぱり昨日の配信で思ったけど〇〇ちゃんやっぱかわいいなとか書いてて、リカは何がダメなの？髪の毛が明るいのがダメなの？ねえ、何がダメなのか言ってみて。リカちゃんが一番可愛いと思った。嬉しい。ダメなところなんてありません。すねらせると単茶リカちゃんになるか。あ、わざとすねさしてるってこと？わざとすねさせてるってこと？でも皆さんやっぱり気づいていませんね。私チャット操作っていうのをチャット操作っていう特技をこの6年で身につけたんですよ。今やばいバルタとか、丸々のところがダメとか、胸が出てないのがダメって言ってる人を今あぶり出して、あ、この人たちのコメントはこれから読まなくていいなっていうのを選別していました。イエーイ。理科に一途の人のコメントだけ読む、そういうことにする。リカしか愛さない。なるほど。
そう何人かね見つけた。あこの人のコメント読まなくていいなっていうのは見つけました。事実上ブラックリスト入りです。おめでとうございます。すること言う。チャット操作というものをね身につけたんですよ私。この先もリカちゃん以外を好きになることはない。もう結婚しようね。だからピメしか押さないという使命感。ふーん、何人か見つけてるから私は。なんか空気読めてないうざいコメントする人を見つけてるから。僕もリカタンしか好きになれない体になりました。イエーイ。じゃあリカのものだね。ちっちゃい理科のものだね。そういうことだね。こんばんは。初見さんだ。いらっしゃっせ。小学生の頃から理科ちゃん楽しから一生変わりません。好き。毎日世界で一番可愛いのに自慢の人。世界で一番の姫様。ちょっと。そういう扱い心得て。よね。ドゥ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 ンドゥ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 。この歌好きなんだ。私を誰だと思ってるの。もうなんだか甘いものが食べたい。今すぐによ。こんばんは。お猿さんにアタックされてる。また。メールとも好きだよ。高いけど。溶けてしまいそう。好きだなんて絶対に言えない。だけどメールとメモ合わせられない。やっぱボカロの黄金期ってここじゃない？どう思う？ボカロの黄金期ここだと思うんだよね私。で、あのあれなんだっけ、サイダーの歌、デデ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 の歌、
なんだっけ、 あそこら辺から第2波が来たみたいなね。サイダーがいいな。何かとじゃないけど好きかな。でも私はもうボカロ曲で堂々の1位は絶対ニアなのでねえニア。あ、そうそう、ロケ祭歌ってみていて、あ、僕はまた信じてる、心ない君に問いかけたのは君の手が。あと何の歌が好きかな、ボカロ。え、めっちゃ聞いてたんだけどな一時期。ニア好き、いい歌だよね。From Y to Y も好きだけど、それ2位かな。3位がブラックロックシューター。ブラックロックシューターどこへ行ったの、聞こえますか。そう、アイドルが嫌になった時あの曲聴くと響くんだよね。もうアイドルなんて嫌だってなった時にあの曲を聴いて元気になってきた。久しぶりに聞いた。でもニアと From Y to Y とブラックロックシューターは絶対に聞いててほしい。 World is mine メルトもいい曲だけど、ポピポピポポピポーポピポピポこんなの待ってたんだっけ、ベジタブルなナン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 みたいなやつ、めっちゃ懐かしいな。それなんかその CD 持ってたぞ私アルバム、後で聞いてみる。知らない人の方が多いか今。奇跡良かったよね、グリーンの奇跡歌ってるうちら明日今日よりも好きになれる、溢れる思いが止まらない。二人寄り添って歩いて、永遠の愛を形にして、いつまでも君の横で笑っていたくて、ありがとうや、ああ愛してるじゃまだ足りないけど、せめて言わせて、幸せですと。
思いが届けと伝えた時に初めて見せた症状の秘密少しがないみんなうなずいて僕らの心満たされてく愛で僕らまだ旅の途中で年から先何十年ついていけるような相手。あれをみんなが歌える世代っていうのがおもろい歌詞見なくても出てくる世代なのがおもろい。何十年何百年何千年時を超えよう君を愛してる。リカちゃんと飲みに行ってカラオケとかめっちゃ楽しそうだろ。私さ何歌うカブトムシ歌いますね。少し背の高い歌っちゃいますね。モテに行くからあなたの耳に寄せたおでこ。キスハグも好きだよ。友達だなんて一度も思ったことはなかった。ダズにひたすら聞いていたい。いや私でも盛り上げる方が上手だから。私盛り上げる方が上手だから。緊急事態宣言延長になった。嘘でしょ、ガチ。え、無理、もう無理だってさ。自粛しろって言われてもしない人たちはもういつまで経ってもしないんだからさと思わない？だってその人たちがさ、じゃあ何人感染しましたって言われてもさ、こっちちゃんとさ毎回熱測ったりさしてさ感染対策したりとかさしてるのにさ、そういう人たちのせいでさ一向にそういうの終わらないじゃん。それでさなんか飲食店経営の人とかがさ圧迫されてさ、なんかどういうつもりなのってだから言っても治んない人は治んないんだから。別にもうそう自粛ちゃんと守ってさそういうのをやってる人はやってるんだから。もう本当になんかそういう人がたくさん集まるような感染予防対策がしっかりなされてないイベントとかに参加するような人たちはもうどうなのって。なんかもうこの環境に順応してきてさ、しっかりじゃあアルコール消毒やります、来場者全員検温します、なんか消毒設備も完備してますっていう状況で、ちゃんとその換気だったり密を避けたあの席配置だったりしてくれてるイベンターさんたちはすごいなと思うし、それでもこう開催しようってするのはやっぱアーティストのこと考えてくれてるし、私はどっちの立場にも立てるからわかるけど、なんかやっぱそういうのをしっかりしてない人たちのせいでこうやってなんかまあアーティストもそうだけど、イベンターさんとか会場の方とかあとは飲食店の方とかそういう人たちに迷惑がかかってるっていうのをちゃんと分かってほしいガチギレ
いや仕方ないよ、なっちゃうのは仕方ないけど、じゃあ感染経路不明ですとかそういうこと言ってる人たちに限ってそういうことしてるじゃん。それはなんか自業自得じゃんって思っちゃうけどね。それでなんか医療圧迫とかさ、その医療従事者の方々がさ、もうベッドないとかって言ってたり、人手が足りないって言ってるのにそういう風にやっちゃうわけでしょ。よくわからない。なんかしっかりとそのやってるところに行くんだったら別に大丈夫だよ。それはだってそうしないと経営がままならない施設とか飲食店とか、私たちもそうだけどイベントとかもあるわけじゃないですか。だからそういうところに行く際に、じゃあ徹底されてるその設備だったりとか、あとはそのもう予防接種ワクチン打ってるよっていう人たちがしっかりと体調管理をしていくんだったらまだわかるけど、なんかそのどんちゃん騒ぎしてる人たちは何なのってなんかわかります、言ってること、言いたいこと。なっちゃうのは仕方ないにしたって、でも自分のやってきたそのこと振り返って、これがじゃあ原因だよねって思うようなことをやってる人たちはちょっともうそろそろ周りのことも考えてほしい。うん、いや仕方ない、そのお仕事で一見しちゃうとか、県を超えちゃうとか、なんか例えばそのイベントとかもお仕事であるとかっていう人とかは仕方ないし、仕方ないけど、でもなんかいろんなことに考えを巡らせたら、それは今じゃなくていいんじゃないって思うようなことしてる人たちは何なんだろうって思うよね。まあでも人それぞれだけどね。ただワクチンを絶対打たなきゃいけないっていうわけでもないし、それは人それぞれ考え方があるからいいけど、その周りの人に感染させないっていう気持ちがあるかどうかだよね。だし、なんか緊急事態宣言出しすぎてて、なんか最初の緊急事態宣言の時なんかもっとやばいんだなって思ったじゃん。だけどなんかもう好きあらば緊急事態って言われてたらさ、なんか多分出されてる側も鈍ってくるのは仕方ないと思うの。だけどじゃあ医療の人たちがこんなに大変なんだよっていうことをなんかしっかり伝えてるメディアもあれば、なんかワクチンでどうなっちゃったこうなっちゃったみたいなことをなんか大げさに報道してるところもあれば、なんかいろいろもう疲れた疲れたんだよね。もうなんか何言われてもまたコロナねって思っちゃうじゃん。もうそう、みんな大変なのはわかるし、みんなもなんか生活に影響が出てる人たちとかはねすごく大変だなって思うけど、もうそれは意識が変わらない限り変わらないと思うし。
だって普通の生活してしたいじゃん。もうよくねってなってる私は。ロックダウン？でももうロックダウンしたんだしたで崩壊するんじゃない何かが。だからなんかもうニッチもサッチもどうにも行きませんみたいなことになってるんでしょう。もう国が指導者が現れないかな。すごいもうものすごい、あこの人にならついていけるみたいな指導者が現れたらまた別なんじゃないか。なんかその説得力のあるようなことを言ってくれるとかさ、なんか大変だけどみんなで一緒に頑張ろう的な励ましの言葉うん、自分のことしか考えてないから。私は絶対に向いてません。私はもうだって団体行動できないんだもん。ビヨーンだからこんなシャフでも分かるようなことができてない人たちがヤバすぎるっていうことを言いたいわけこんなもうベッドから一歩も歩けませんみたいな人が言ってることも分かんないような人たちがたくさんいるってことがやばいよって言ってんの。カワチーレ一匹狼タイプ。カイメ一匹狼だからな。ずっとあやばい、私あれ読むって言ってたのに読んでないや。マシュマロ、これこの後私ちょっと会議があるんで、会議終わったらマシュマロ配信しますねいいですか、ちょっと二部構成になっちゃうんですけど、うん、もうこの配信はダラダラ喋る配信。今日は具合も悪いし天気も悪いし、良いですか？会議頑張ってね。うん。頑張るんば。待ってね。みんなお仕事ないの？今日何曜日？木曜日か。みんなお仕事ないの？お休み？もう帰るとこ？終わりました。お疲れ様です。今帰ってきた？お疲れ。自宅守る。自宅待機？
そっか、お疲れだねみんな。じゃあ私はお仕事をしてくるよ。ちょっと待っててください。多分1時間2時間くらいかな。バイバーイ。じゃあね、ありがとう。7位がグーの音も出ねえぜさん、6位がケンショウさん、5位がユーナちゃん、4位がゴーちゃん、3位がホリモキさん、2位がマサノリケイさん、1位がフォッカーさんでした。ありがとうございました。じゃあちょっと行ってきますね。皆さん待っててください。バイバーイ。